この度は皆様ご迷惑お騒がせして誠に申し訳ございませんでした。今回の件に関して自分の口からご説明させていただきます。彼女とは記事にあった通り22歳と聞いて知り合いました。その後友人関係を経て大人としてお付き合いさせていただきました。記事に載っていた写真は私です。彼女と二人で会うこともありました。家に来たこともありました。しかし彼女の口から10代と打ち明けられ、自分も驚き、彼女と相談し友人関係に戻ることになりました。今回の報道を受けて彼女のお父様と直接お会いし謝罪させていただきましたところ、彼女のお父様から今回うちの娘が年齢を偽って会っていたこと申し訳ないと謝罪の言葉をいただきました。さらにお父様から何があってもうちの家族は久野さんを応援しますとありがたい前向きなお言葉もいただきました。しかし今回の件含め今までの件も含め私は謹慎いたします。皆様本当に申し訳ございませんでした。鹿野さんとしてはこの女性とは真剣な交際だったんですか？恋愛感情はありました。しかし親や友達に堂々と彼女だと宣言する前に重大ということを知ったので、そこまでに参ってありません。最初22歳というふうに、はい、加納さんは信じていたということなんですが、何か疑問に思うようなことはなかったんですか？正直全くありませんでした。全くない。今回彼女をうまいちょっと深く言いませんけども、彼女とお会いしたときに、食事したときに、自分の友達もいたり、そこには親戚もいたり、23歳の親戚がいるんですけど、その23歳の女の子の親戚なんですけども、お前より1個下だけど、彼女の方が年上に見えるなっていう、なんかそこでいじりもあったぐらいに、本当に分かりません。どういうの、彼女の10代って分かったの？自分もやっぱり正直ご恋愛育んでいく中で、やっぱり一番最初に会った時と2回目に会った時と、だんだんやっぱその女性の見え方というか見方がやっぱどんどん変わってきて本気になってくる中で、何か嘘ついてることないって聞いたんです。その時に少し間があったんです。なんかない、いや本当にない、なんかない、何度か聞いた時に、あ、実は10代です。なぜ嘘をついていることはないというふうに聞かれたんですか、そのきっかけというか。嘘をついていることであったり、本当はこういう人なんだったり、見えてきませんか。じゃあ例えば、具体的に何か年齢で疑惑を持たるようなことがあったわけですか。全くないんです。全くないんですよ。でも何か嘘をついているということはそういうことじゃないんですか。野生の感というか、それは鹿野さんは野生というか、その感、もう本当にその自分の中でその感が働いてるんです、うん、で、先ほど申した通り、なんか嘘ついてることないって言ったとき、第一発目の質問でちょっと間があったんですよ、先ほど申した。その時に
何かあるなと思いました。そうですね、はい、そうすると基本的に年齢だというふうには思わなかったです。お父さんが家にいない時にも彼女がいたりとかしますよね。はい、反同性みたいな感じ。そこの記事に関しては全く反同性も事実ございません。同性のない。ただうち私の家が例えば友達が来たり後輩が来たりっていうその何ていうか隣場みたくなってたりもするので、仕事に僕行く時に別にその、まあ、今回は彼女でしたけども彼女であったり後輩であったり友達であったりを残して家を開けるその鍵かけずに帰っていいからねなんていうことはよくあったので。鍵を渡してたんですか？いや、合鍵渡してません。鍵は渡していない。鍵かけてないんですか？はい、鍵をかけなくていい、そのまま出ていいからねっていうふうに伝えました。で仕事だったので、先に出てよくあります。後輩はそのまま入ってですね、行くっていう。じゃあ、不用心大丈夫なんですか？オートロックなんで。どういう付き合いなのかっていうのはね、ちょっともう明言できないとは思うんですけど、もし未成年ということになれば、お付き合いによっては東京都の条例違反になるっていうことなんですけど、はい、それはもうご存知？すみません、法律に関してちょっと詳しくないんで分かりませんけども、法律に関してちょっと詳しくないんですけども、もしそういうふうに、問われることがあれば素直に、受けます。ただ彼女と恋愛関係が恋愛感情があって、育んでいたのは事実ですから、そこは僕も答えさせていただきますけど、もしそうなれば素直に認めます。ファンの皆様、そこ迷惑をかけた皆様、この謹慎中しっかり自分を見つめ直し反省したいと思っています。期間は分かりませんが、もし応援してくださる皆様がいるならば、そこの期待に応えられるよう一生懸命反省して、一生懸命いろいろ考えて、またみんなが笑ってくれるような環境、ネタであったり作っていきたいと思っています。皆さん本当にファンの皆様すいませんでした。